セドナは、スティーブン・ライニー・キーが作曲した、吹奏楽曲。オハイオ州、ケタリングの市民吹奏楽団の相談40周年を記念して、移植を受け、2000年に作曲された。アリゾナ州セドナの景観に着想を得て書かれた、作品である。ライニー・キーの作品としては、ホープタウンの休日に続いて、日本に紹介された作品であり、曲調の親しみやすさから、また、 演奏難度が高くないこともあって人気を博している。演奏時間は6分前後。吹奏楽における助曲の典型的な形式で書かれており、大きく休暇級の3部分からなるが、それぞれの部分に共通の主題が用いられて統一感を増している。アレグロコンブリオ、変歩長調4、4拍子。主題をファンファーレ風に扱った助奏で始まる。 シンコペーションの伴奏に乗って、クラリネットに快活な主題が提示され、これが繰り返されると、計画を経て主題が、拡大型で奏される。トロンボーンのソロが短い計画となり、中間部は、アンダンテカンタービレ、波長長、三、四拍子となる。フルートのソロで主題が奏されるが、これは、急速部の主題の変奏である。音楽がやや陰りを見せる部分を挟み、主題が、 ツッティでそうされて中間部が終わる。元のテンポに戻ると、クラリネット、バスウーン、フルートのソリによってカノン風に生き生きと主題が再現される。その後主題の拡大型が再現され、プレストにテンポを上げたコーダで力強く終わる。ありがとうございます。